んにちは。やってきました、特撮の DNA。 ガメラの方ですね。前の動画で始まったらすぐ行くって言い切ってた割に、あの、来たの最終日前日です。いや、本当はね、すぐ行く予定だったんですよね。あの、なんか台風来ちゃった。そう、台風来ちゃったからしょうがないです。ついさっきいろいろ行ってきたんですけど、混んでましたね。びっくりしたの。びっくりしましたよ。階段、地下1階でやってるのに、うん、3階ぐらいまで列が。そうそうそう、列がすごいできてて。入場制限かかって。そう、入場制限かかってて、並んでて、物販も全然なくて。あの、スタッフの人に、何分待ちですかって言ったら無視されたもんね。そう。仕方なくて、なんだかんだで、でも30分ぐらい並んで。30分ぐらい待ちましたね。まあでも楽しいね。楽しかったね。やっぱ入ったらいいものはたくさんあったんで、まあ、その様子はまたあの、ズームで。写真で。写真でそうですね。写真を交えながら。写真を交えながら。動画もそうなんですよね。あの、某有名特撮系 YouTuber は中で動画回してたみたいなんですが、あの、ギーなんとかさんはね、あの、僕らにはね、そんな特権が与えられるほどの地位は今ないので、あの、写真撮ってきたんで、ではでは、後ほど。というわけで、行ってまいりました、特撮の DNA。だね。衛星カメラ三部作展、行ってきました。どうですか、展示物、何か印象に残っているのがありました？やっぱりね、多分やっぱガメラ好きなんだよね、我々。まあ僕もですけど。ね、やっぱ前回のモスラよりも確実にテンションが高かった。そうね。いちいちこう、物の一個一個に対していちいちこう、うわーってなったもんな。そうですね。やべ、これもあんのかよっつって。あと個人的にはやっぱあの、レギオン好きなんで、兵隊レギオンから、あのね、うん、最後 の、 あの大人レギオンまで、うん、全部展示したってじゃん、着ぐるみが。梅崎さん、あの、だってレギオンと写真撮ったじゃないですか。撮った撮った。あれやっぱでかいっすね。あれに襲われたら勝てないですね。やっぱあのそう、兵隊レギオンでさ、こううじゃうじゃしてて、まあガメラとの対比だからちっちゃく感じるけどさ、やっぱ人間からしてみたらでかいっていうのは。でかいですよね。あら無理だ。僕も梅崎さんも割と大きい方じゃないですか。背もそうだし、ガタイもそうですけど、それであっても多分レギオンには勝てないですよ。あの、怖かったよな、やっぱ一つ目が怖いんだよ、またな。怖いですね、やっぱりあれは。あれやっぱね、テンション上がったね。あの、大人レギュラーね、この首だけの部分ありました。あ、顔があったの。全身はさすがになかったね。あれは良かったね。レギオン周り、そうです。一番最初に目につくのはやっぱりあのギャオスの東京タワーじゃないですか。うん、今回ほら、この間大怪獣空中決戦の着ぐるみを復活させようの回があったじゃない、うん、なんか。あのだから、うん、それはあれですよね、あの、特撮の DNA とは別 の、 あの55周年企画のやつですよね、うん、それの着ぐるみが置いてあったじゃん。置いてありましたね、うん、あれもやっぱいいね、あの可愛い顔のカメラね、うん、あとやっぱさすがのあの樋口真嗣特技監督のあの絵コンテあれすごかったですよね。絵コンテうまいですよ、本当に。やっぱもう漫画じゃんっていうね、うん、それでもうなんか やってくんねえかなっていうね、連載を。あれで連載してほしいぐらいの、うん、本当にやっぱクオリティが高かった。見心が本当に終わりで。ギャオスも、まあ、吊るしてるのももちろんありましたし。吊り物は、あとなんか、あの、ガメラの飛行形態のやつもあったしね。さすがにイリスはなかったかってちょっと思いましたね、飛行形態はね。あれはだって CG じゃん。CG ですからね。そうや。イリスはだから、あの、今まさにほら、あの、妖体の、そう、君の後ろにあるね、その。これで、あの、まあ、今これちょっと写真上見えてないですけど、あの、イリスが食べた缶詰がね、置いてある。あの、ペシャンコになった缶詰が展示されてる。ペシャンコになった缶詰が展示されてるんですよ。うん、年月を感じさせる、あの、触手のボロボロ具合ね。そう、触手ですよ、ボロボロ具合がね。あとで僕ちょっと感動したのが、そう、これ、あの、僕のこの、見えてますよ、これ。イリスの腹の中でしょ、これ。腹の中、この模型を見た瞬間に、やっぱね、金子修介、変態だなって思いました、ね。だそこの真ん中にいるのは、前田愛でしょ。前田愛です。それはでも、出てきた。
あくまでこのイメージのあれかな、これって。イメージじゃないですかね。なんかで使ったのかな、本編とかで。でも確かこうなってるシーンありましたよね。説明の札を多分それより読んでない気がするね。そう、読んでない。それが何だったか思う。わあすげえってなってて、うん、そこまで見てない。説明書きを読まないで来てしまって。ジオラマというか。ジオラマね。これすごかったな、本当に。まあ、この、 あのジオラマの設定の場所はほら、本編ではないところじゃない、この街中のね。街中、そうですよ、うん、だって3分の2ぐらいはもう駅の中で戦ってますからね、ガメラといいですね。まあ、途中ちょっとね、街の中あるけど、こんながっつりとこう街の中で対峙するとこって見れてないから、よかったね、シチュエーション的に。このイギスってさ、あれだよね、あそこに置いてあるやつ、ね。あれ嫌ですよね、あの角川に置いてあるやつですよね。角川の大映か。大映の撮影所にさ、そうですよね、あるんだよね。あの、まあ、あの、中入った人しか見れないけどさ、うん、あれって、食堂に置いてあるんだよね、イギスが。俺多分それな気がするんですよね。そんな何体もないでしょこれ、うん、かなって思ったけど、うん、まあ見たね、まじまじと至近距離でイリスを見ましたよ。いやかっこいいねデザインが ね、 したね、ね、ちょっとこれさ、ちょうどあれこれの時だっけ、あのカチンコ置いてあったのって、あれ、あ、そうです、そうです、それです、それです、あの僕撮らせてもらいましたね、うん、そうだよね。このちょうどジオラマのセットの前にカチンコが置いてあって、あのご自由にお使いくださいみたいな。で、みんなこうやってこうやってカチッて、そう、僕ね、それで撮らせてもらいましたけど、でね、まあもうこのジオラマの後がね、もうすぐ物販のコーナーだったんですけど、ちょっとね、物販はもうやっぱ最終日直前っていうところでだいぶ売り切れてました。そうだね、あのもうほぼ何もないと言ってもいいぐらい、何もない。パンフレットも売り切れちゃってたし、売り切れちゃってたし、だから僕買ったのこのクリアファイルだけですよ、うん。あんだけな、前回のモスラの時にな、次はガメラだからもうやばいっすよ俺は、もう多分2万ぐらい使うんじゃねえかみたいなこと言っといて使ったの2000円とかでしたから。もうみんなね、行ったあの入ったお客さんも一心から写真撮ってるんだよ。僕らはね、あのスマホで撮ってましたけど、すごい人だって一眼持ってましたもん、ね、バズーカみたいなやつ。うん、展示されてるものはあのすごいいいものがたくさんあったので、うん、そのうち何かしらの形で平成ガメラのことはねやれたらなと思ってるので、うん、そちらもぜひ楽しみにしてもらえたらなというふうに思います。あのイベント系にはちょっとなるべく積極的に行っていきたいと思っているん で、ね、だからね、今年の夏もねウルフェスに行こうというふうにね大西君何度もね言ってたんですけど、ウルフェスですかみたいな感じで、こんなになんかね、あの最近のニュージェネレーションがああだこうだってさ言うくせに行かねえんだよなそっちはっていう、ね、なんだよっていう、年末だ、ちょっと高いんだよなウルフェスな、そう高いんですよ。高いんですよ。で、あの、まあ、ショーがあるからね。全くの余談ですけど、僕も目崎さんもそんな経済的に余裕のある人間では別にないので。そうなんです。困窮しているんだよ、はい。というわけで、あの、まあ、はい、次回何かの生配信とかでお会いしましょう。それで。